い、マノチです。よろしくお願いします。進撃の貴公子やっていきましょう。体力がな、もうちょい減らしてからだよな、やっぱり回復したいのは。どっか移動しますか。村上ちゃんのところ行き過ぎてもな、なんかなってとこなんだよな。商店街行きますか。何かアイテムもらえますか。もらおう。打撃積極性、これ自分で動かす限りあんまり意味ないよな。何ん、まあ、ちょっとよくわかんないけどな。まあいいだろう。どうしようか。練習しよっかな。練習よし。あ、待てよ。神社、は？え、付き合ってんの？え、付き合ってんの？付き合ってんの？あ、ナンパされてて困った。え？難しいな。もう妹とかいないからわかんないんだな。妹に手を出すなという、なんかそういうシスコン的なところも見せたいし、なんか気持ちとしてはなんか関係なくねっていうのがあるんだけど、浅見頑張れかな。まあ、うちのピッチャーだからな、あんま変なこと言えないだろ。明日に頑張れだな。もう頑張ってくれ、お兄さんで呼んでくれ。かわいいだろ、目をつぶりながら話すな、怖いから。階段ダッシュはちょっと膝に良くないからやめよう。キャッチボールしよう。よし、頑張れよ浅見、成長しろよ。でここで回復しましょう。30回復でいいですね。気になる、何かあったのかい。お、ありがとう。仲間を成長させていきたいよな、やっぱりな。やっぱなんかちょっと俺の中で三木本がキャラが立ってる気がするんだよね。あの短期のやつ、ちょっとごめん、関西弁の言い方忘れたけど。もう高速素振りしかないだろう。頑張れ、成長しろ。打ち勝つ野球をしようぜ。三木本成長させてやる。どんどん増えていくね。4月、もう4月まで来た。いやー、清瀬さん、はい、そうです。甲子園に連れてってやるよ、朝倉みなみ。あ、いいですね。威圧感の極意上がったってことは、今俺も存在感持ってるわけだもんね。急分割イメージで素振り。パワーの極意上がった、嬉しい。お、やった、ありがとう。なんだ、超子短期変動。いやー、なんかこうさ、あんまりなんか今この1年チャレンジ中に役に立つものじゃない気がするんだよね。
定食が一番体にいいんじゃねえかな。うん、まあ若いから何食ったってもうシンプルにパワーにつながると思うけど、やっぱ定食屋で大盛りのカツ丼とか食おうぜ。高校生だろ、カツ丼ラーメンあともう一品ぐらいいけるだろ。あ、俺そういえばね、あの YouTube のサムネイルで、ごめんちょっと動画自体は見てないんだけど、定食屋がなんかすげえいいみたいなサムネイル見たな、見てしまったんだよな。もうできるだけ何の情報も得ずにやろうと思ってたんだけど、目に入っちゃったんだよね。でその定食には行けないじゃない。とりあえず三木本鍛える。間違えた、連打しちゃった。お、我慢強くなってるぞ。おー、いいね、よかったな、成長したな三木本な。なんかただちょっと寂しいな。初級だって、やった。三木本超成長してるんだけど三木本の能力みたいな。待って、まず初級使っちゃおうか。打撃の積極性上げてもいいかな。これはなんかあんまりなんかいらないような気がしてるんだよな。よし、さあどっか行きましょうか。定食屋行きたいな。あったあったあった、定食屋。いいね、サバの煮付け定食。名前なんて読むんでしょうか。中島春日さんでいいのかな。じゃあサバの煮付け定食で。いや個人的にはとんかつ定食とか食べたいな。大根おろしとポン酢でさっぱり食べたい気分だな。優しい、いいね。なんだろう、生き続けるといいのかな。いや絶対動画だけはね、なんか申し訳ないけどあんま見たくないね。本当に情報得たくない。お、部室三木本がいる。おう、ミート指南書2増えた。ミートのポイントもらえるんでしたっけ、指南書って。はい、よし、練習した方がいいのかな、わからんな。どこ行こうかな。よし、浅見だな。なんか今日あれだね、クソ真面目にこうみんなを鍛えてる気がする。二段飛ばし出しちゃってみようか。え、シンプルに総力1上がってくれんの、ポイントじゃなくて。うん、いいよ、聞く。恋愛イベントが起こらないですね。たまには練習しますか。ちょっと待って、定食屋があれば定食屋さん行く。お、なんか戦国とかなんかみんな来たよ。え、めっちゃサバの煮付け欲しくんだけど、ほんと？とんかつじゃない？頑張ってねの返事、まあ上の2択だよね。任せてくださいか頑張りますかだよね。うわー、すごい難しいとこだな、この中島さん次第だよな。
会話上手な人だったら任せてくださいが一番いいと思う。会話ベタだったら頑張りますなんだよな。特盛りにするなんかそのサービス性から見て多分会話上手だろう。任せてくださいが。よし。聞く。いや、集中力もだいぶ上がってきてますよ。うわ、どうしよっかな。いや、絶対みんなを鍛えた方がいいと思ってんだよね。本当にもう心から思ってる。それはやっぱピッチャーだよな。浅見だよな。浅見を鍛えるべきだ。じゃあ階段出してもらってみようか。これで3つ全部やりましたね。おはいはい、いいね。ギアチェンジかっこいいよ。定食屋、いや分からんな。定食屋何がいいんだろうな。動画見たいなすごく動画を見たいな。あの動画な、あのなんか赤いびっくりマークがついてたはず、確かサムネイルに。よし、あえてここは普通に練習しようかな。普通に練習しよう。ロングティー行こうか。何しようかな。タイラーちょっと鍛えていくか。真正面に早く投げてくださいって言ってるよね。適度な力で。うまいぞ、いいぞ。軽く左方向胸の高さ、軽く左方向胸の高さ、左方向胸の高さが多分中になるのかな。軽くゆっくり。よし、まあ二遊間ですからね。何しよう。ちょっともう一回定食屋通ってみっか。生姜焼きいいね。わからんな。5月来週あたり試合じゃないですか。よし、浅見鍛えるぞ。はい、ありがとう。お、だんだん心開いてきたんじゃないの、金谷浅見に対して。連発おかわりの極意いいね。ピンチ B、でかい、でかいですよ、これはいいですよ。まだ浅見いる？浅見行こう。階段ダッシュがなんかいろいろなんかもらえて便利な気がする。はい、ピンチ A、 いいねいいねいいね。階段ダッシュやるとピンチが上がるのか。よし、もう一回行こう、もう一回行こう、もう一回行こう。あ、いない。え、古本屋は、あ、いた。え、もう一回階段ダッシュ行ってみる。この後よ、この後よ。
いやこれ以上は伸びないのか。そっかそっかそっか。ってことは、どうしようかな、違う練習してみっか。いやー何も覚えない。練習試合頑張りましょう。お、よろしく。アップする。ちょっと待って、あ、全然ポイントねえ。あれか、本読みまくってじゃねえや、なんか遊びまくってたからないのか。おかわりとかってどんぐらい。おかわり連発255か。とりあえずパワー B にしましょうか。あ、いかなかった。あーやべえ、めっちゃクソ真面目に練習しときゃよかったな。全然ポイントがない。いいね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 。 C まで行きました。ちょっとあれですね、練習真面目にこなしましょうか。ポイントが全然ないもんね、本当に。よし頑張ろう。もう16分17分ぐらい取ってんのか。この試合終わったら終わりますか。今回はいやー練習しときゃよかったな。なんかいろいろもらえるからパワーアップできるべっていう気分でいたけど、全然ポイントがなかったね。この試合とりあえず活躍していっぱいポイントゲットしよう。パワー B になったしホームランも出るだろうきっと。お願いします。練習試合にはめっぽう強いから気候集。ちょっとさ、うちのチームメイトの能力見てみようぜ。相当パワーアップしてんじゃないのかなと思うんだよね。頑張れ学ぶ。かっこいい。打者データで見ていこうか。いやまあさすがにちょっと守備は上手くなってきてんな。いろいろいい特殊能力持ってんねお前ね。三木本は、こんなもんか。そっか、浅見の投手能力さ。いや分からんな。なんかもう一段階欲しいっちゃ欲しいな。すげえいいピッチャーなのは間違いないんだけど、もう一段階欲しいね。なんかストレートをB になるとかさ、球速150キロいくとか、なんかそこら辺の欲しいな。しゃ頑張ろうぜ。ナバッチ、とりあえずヒット1本。ホームラン打ちたいですね。多分ホームランが一番ポイント高く手に入ると思うんですよね。あ、ごめん、相手の球種見ていい？あれ？俺そういえばこれ秋の大会で全然打てなかった子じゃなかったっけ、五十嵐って。あぶねえ、手出さなくてよかった。なかなかホームランがちょっと出ませんな。間に合うかな。よし、いい勝負してんな。任せろ。オッケー。とりあえず猛打賞ね。本当練習試合強いな。ランナー欲しいな。なかなかホームランが出ないんだよな。打ちたいんだけど。真ん中来てくれればな。いやーちょっと待って、嫉妬か今の。いやー手出ちゃいました。
ああ、よかった、とりあえず勝ってよかった。いや、いいね、その全力で走る姿勢かっこいい。もうぜひ貴公子に走らせてほしい。あざしゃー。経験値どんぐらい入りますかね。各項目200ぐらい入ってほしいな。全然入んなかった。あ、パワーの極意上がったぞ。あれかな、強心でばっかやってたからかな。ちょっとこっからはもう練習にちょっと時間費やしましょうか。何がいいのかな。これいいんだよな、ロングティーな。フリー打撃全然覚えられない。腕立て伏せのレベルアップって書いてたじゃん。腕立て伏せやろう。腕立て伏せレベルアップ、はい。でこれでフリー打撃、いいの？え、僕のこと好きなの？いや、ごめん、俺ね、村上ちゃん好きなの。パズルいいよ。な、え、何何何、大丈夫、遊戯王大丈夫、性格変わるよ、もう一人の自分出てくるよ。これですね、はい。体力はまだ大丈夫ですね。やべ、やめれねえやめれねえ。フリー打撃がいいのかな。ミート力も上げていきたいけどね。フリー打撃、またチョコ？え、何？いいの？え、まあ体力回復できるからありがたいけど、ね、え、何？みんなし、何、すごい好かれてんだけど。え、貴公子何？モテ期到来？あ、集中力100になった。よし、終わりましょうか。ごめん、もう一回だけ言っていい？いや、もう別にさ、このままさ、明日の動画の分撮ればいい話なんだけどさ、なんかやめるにやめれないんだよね。ハートマーク出てたよ。村上ちゃんで、終わりますか。こっちでいいかな。よし、今回ここで終わりましょう。集中力とアクティブが100になりましたね。まあちょっと頑張って成長させていきましょう。チャンス欲しいな。ただあんまチャンス回ってこねえんだよな。もうシンプルにミート力上げていく感じになってくるのかな。ミートの極意が欲しいんだけど。とりあえずパワーは B にできるから、パワーヒッターよりあれなのかな、アーティストの方が出んのかな。連発も欲しいな。まあ欲しいもんはいっぱいあるんだけどさ、まあとりあえず今回ここで終わりましょうか。明日続きやっていきましょう。今回ここで終わります。終わり、バイバイ。